最近の僕の週末はかなり変わっている。町の北側にある小高い丘、丘を登る坂の途中に古い洋館が立っている。ちょっと奇妙な屋敷だ。ある日、飼い猫の菊池を追ってその屋敷のガレージに入り込むと、そこで宇宙人と名乗る男と出会った。その男は好きな場所、好きな時代に行ける車を持っていて、 Here we go!こうして僕の不思議な週末が始まった。ピートの不思議なガレージ。おお、来たか左京くん。こんにちは。左京じゃなくて新一ですけど。やっぱりここにいたな、菊池よ。俺んちの方が居心地がいいんだよな。なあピート。あの、しつこいようですが、うちの猫の名前は菊池よです。ピートじゃありませんからね。もうピートでいいだろう、めんどくさい。んで、何しに来た。何って、そのわかるよ、言わなくてもちゃんとわかってる。お前このガレージの秘密、便利カーの魅力にハマったな。まあそれもありますけど、実は宇宙人さん寂しいんじゃないかなって。え、何。ああ、いや何も。よし、じゃあ今日も便利カーで連れてってやろう。ちょうどこれから出かけるところだ。え、どこへ。そういえば今日は作業着っていうか、これから野良仕事でもするみたいな格好してますね。そうなんだ、今から体験農園に行こうと思っててさ。体験農園って、趣味でやる農業みたいな。エグザクトリー。俺の畑で丹精込めて作った野菜を今から収穫しに行くんだ。お前も手伝わせてやるよ。そういう力仕事苦手なんだけどな。いいから、ほら乗れ乗れ乗れ。ほれピータマ。あ、菊池よ。仕方ないな。よし、シートベルト締めたか。畑仕事ならもっと昼間に行けばいいじゃないですか。なんで夕方わざわざ。だから今日の昼間に行くんだよ。 Here we go! なんですかそのタイムマシンの無駄遣い。うわ、Ever planned to motor west? Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース、三菱自動車の提供でお送りします。はい、到着。今日の午後3時、東京練馬区農業体験農園百目の里だ。およそ2時間前ですか。なんとも地味なタイムスリップでしたね。どうだ、ここが俺の畑だ、いいだろう。ここが百目の里か。土曜日のせいか、たくさんの人がいますね。みんな趣味で畑やってるんですよね。でもせっかくの休みの日まで労働する気持ち、僕にはちょっとわからないな。何ごちゃごちゃ言ってるんだよ。ほら早く手伝えって。おーピート、土がたくさんあって嬉しいのはわかるが、俺の畑でおしっこはするな。やるなら隣の山田さんちの畑でやってこい。ちょっとダメな飼い主みたいなことしないでくださいよ。あ、ほらでっかい声でそんなこと言うから、あそこのおじさんこっちをじーっと見てるじゃないですか。山田さんですよきっと。ああ、加藤さん、こんにちは。こんにちは。え、ほらちゃんと挨拶しろ。この体験農園を運営している加藤正明さんだ。こんにちは。こんにちは。お前
体験農園の良さをいまいち分かってないだろう。おう、ちょっといい、加藤さんにちょっと教えてもらえ。え、じゃあ加藤さんよろしくお願いします。はい。加藤さん、はい、ここって貸し農園なんですか？いやいや、ここはですね、農業体験農園という場所ですね。それは貸し農園とはどういうふうに違うんですか？貸し農園の場合はですね、市民農園とか区民農園、こういったものを、貸し農園と言いまして、農地を貸し出しして、はい、借りる方々はそこへ自由にですね、農作物、これを作って楽しむというのが貸し農園です。じゃあ農業体験農園っていうのはどういうものになるんですか？この農業体験農園というのはですね、区画はそれぞれ一人一人の区画があるわけですが、はい、全ての区画の会員の皆さんは野菜をですね、全員が同じものを同じように作るという、これが一つの特徴になります。同じものを皆さん作るんですね。そういうことです。それは何か理由があるんですか？結局説明をするのが体験農園の園主、この園主がですね、各講座を毎回毎回開いていきます。はい。春からですと、じゃがいもを植え付けをする、ほうれん草の種まきをする、枝豆の種まきをする、そしてトウモロコシ、トマト、キュウリ、ナスと、こういったようなものをですね、春に作付けをするわけですが、はい、そこでどの会員さんも全く同じように野菜作りをしていきますので、それぞれの皆さんがですね、競争し合いながら、なおかつお互いにですね、野菜自慢をしてですね、張り合いのあるですね、はい、この体験農園での野菜作りを楽しむということなんですよ。じゃあもう本当に全部教えていただけるっていうことなんですね。そういうことなんです。ですから収穫のタイミング、的確にですね、何月何日にはもう野菜が取れますよ、こういったことをですね、もう具体的に説明しますから、皆さんそこに照準を合わせて収穫に来てもらいます。それはでもちょっと安心で楽しいですね。ですからその美味しいタイミングと言いますと、例えば夏の定番野菜といえばトウモロコシ、とにかくせっかく皆さん美味しいタイミングでここの畑に来られたんですから、その場で剥いでですね、生で食べましょうと。その場で食べるんですか？そうです。噛んだ瞬間ですね、ジューシーさがシュワーッと出るんですよ。あ、それ美味しそうですよね。もちろんそれだけ新鮮な柔らかいトウモロコシですから、歯に詰まるようなことはほとんどありません。生で食べますけど、お腹を壊すような心配もありません。そうなんですね。ですから畑で採れたての野菜を食べる、これがですね、何とも言えない醍醐味かなと思いますよね。はあ、加藤さん、こういった体験農園っていうのは、今日本でどれくらいあるものなんですか？少し数字はですね、流動的ではありますが、はい、今現在ですね、日本では約127から130。そんなにあるんですね。はい、関東とか東京にも結構あるんですか？そうです。実はですね、東京が一番多いんです。一番多いんですか？そうです。この東京にはですね、約60の体験農園があります。60ってほとんど半分ぐらいは？そうなんです。半分ぐらいが東京に占めています。そんなにあるものなんですね、東京で。そうですね。それはなぜかと言いますと、発祥の地がですね、練馬区なんですよ。そうなんですか？はい、練馬からこの体験農園というですね、こういったシステムを考えて、そしてそれを日本全国のですね、各農家の皆さんにですね、こういった経営方法をですね、広めたいなと、はい、いったところで、こういったような活動が始まりました。そうなんですね。はい、いつ頃からこういったものってあるものなんですか？はい、今からですね、17年ぐらい前から、はい、体験農園が出来上がりました。そうなんですね。はい、加藤さん、ちなみに、はい、1年借りるのにいくらぐらいかかるんですかね？4万3000円です。一区画30平米あります。坪に言いますと約10坪。はい。そしてですね、その料金の中には種の代金、苗の代金、そしてなおかつ用具、クワとかシャベルとか、もう一つは肥料とかも全てその中に含まれているんですよ。ほとんど全部含まれて。そうです。4万円ちょっとなんですか？そうです。ちなみに会員さんになるのの、その時期とかっていうのはあるんですか？いつでもなれるものなんですか？はい、会員になりたいという応募の時期は1月の中旬頃に応募をかけます。そうなんですね。この応募につきましては、練馬区報、もちろん練馬区のホームページにもですね、そういったような募集要項を書き込んであります。これは応募すればなれるものなんですか？それともやっぱり人数の関係？そうですね、応募すれば全員の皆さんが参加できるとはなかなかそうもいかないんですよ。すごい人気が出てきてるんですね。そうなんです。はい、この体験農園で
会員さんがですね、収穫をする野菜、この量がどれぐらいあるかというとですね、金額に例えると1年間で約10万円相当分の野菜の購入代金に匹敵しちゃうんですよ。そんなにですか？そうです。それはでも取れすぎちゃって困るっていうことですよね。そうなんです。ただこの体験農園の場合には、その取れすぎた時にどういった保存方法をしたらいいかとかですね、どういった加工の仕方をするとそれが長持ちしますよ、長い期間食べることができますよ、そんなようなことなんかもお教えしてます。すごい、はい、加藤さん、今このやられる方で、はい、若い方とかも結構いるんですかね？はい、若い方も最近多いですね。だいたい20代の方から30代40代、この辺の方がですね、約4割から5割ぐらい占めてますね。あ、結構若い方でも多いんですね。多いです、はい、なんかイメージであんまりないですよね、若い方がやられるっていうのは。そうですね、若い方についてはですね、もう本当にやっぱり自分で作ってみたい、そして安心なものを自分の口に入れたいとかですね、いろんな部分のそういったような欲望もあるんですが、日頃のご自分のですね、それぞれの職業の仕事があります。そのストレスをですね、畑に行ってですね、パーッとですね吹き飛ばしたいんですよ。そうすると若い方もですね、よし、また月曜日から頑張るぞみたいなところがあってですね、そういった部分の中でやっぱり若い方すごく喜んできてますね。ストレス解消の一つというか、そういうことですね、はい、あ、そういう理由もあるんですね。あります。Como só precisa de point e eu preciso de você só deComo toda orquestra de regente, eu preciso de você, só de você. Como a flor precisa do perfume e a mulher de ter ciúme quando seu amor não vem. Preciso tanto de você.Madrugada, eu preciso de você, só de você. Se o poeta busca bem amada, eu preciso de você, só de você. Só você não sabe a solidão de tão imensa uma doença que me deu no coração. Se eu até precisa de uma crença, eu preciso de você.ピートの不思議なガレージ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの元刈谷です。ミラージュは低価格、M グレードは118万8千円。エコカー減税の対象車で、しかも取得税、重量税が免税。だから、乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に？はい。低燃費、低価格、コンパクト。乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。なんだ、話が終わったか。ちょうどこっちも収穫が終わったぞ。今トランクに詰め込んだところだ。見ろ、玉ねぎだろ。でこっちは玉ねぎで、こっちは玉ねぎだ。玉ねぎしかありませんけど。ああ、俺の畑玉ねぎしか育ててないんだ。なんでですか？地球で初めて玉ねぎを見た時感動してな。だってほら、皮を剥いても剥いてもまだ剥けるだろ。はあ、だから剥くと剥けて、そうやって剥いていくと気づいたら全てがなくなって無になってるんだよ。驚いたな、泣いたな、身に染みてな。それで、はあ、まあそういうことだ。分かったら次行くぞ。全然意味わかんない。
さあ乗れ、便利か。いつものように歴史を見に行くか。ピートも乗ったな。シートベルトをカチャリと締めたら Here we go!到着。ここは約3500年前古代エジプトだ。エジプト？って砂漠のイメージがあったのに、ここは植物で溢れてますね。というか、さっきまで趣味の畑作りの話をしていたのに、なんで古代エジプトになんて来たんです？左京、新一ですってば。ファラオが来るぞ。え、ファラオ？あ、うわ、本当にファラオっぽい人が歩いてくる。木の陰に隠れろ、左京。トトメス三世、古代エジプト第18王朝6代目ファラオだ。危険な人なんですか？まあ安全ではないだろう、ファラオなんだし。ああ、そっか。あのトトメス三世は戦好きで、古代エジプトのナポレオンとも呼ばれている。それじゃあこっそりと、どんな時代のどんな言語もわかる都合のいい装置スイッチオン。しー、声でかいですよ。どうだ妃よ、我が庭園は。偉大なるファラオよ、素晴らしいですわ。ここで育てられるのは、戦により他国から持ち帰った植物の数々、いわばファラオの力の象徴。そうだ妃よ。おい、聞いたか今の。え、何がです？ちゃんと聞いてろよ。つまりこのでっかい庭は、あのファラオトトメス三世のガーデニングなんだ。ガーデニング？ってこんな昔からあったんですか？そうだ、元祖ガーデニングだな。そんな可愛らしい感じには思えないけどな。要は侵略した国の植物を戦利品として持って帰って育ててたってことでしょ、自己満足で。まあそうだな、趣味の世界だな。しかしその中にもし食べれる草や果物があったとしたら。え、あ、もしかしてここが趣味の畑作りの始まり？そうだ、ガーデニングの起源はすなわちレジャーとしての農業の起源につながっているのだ。ファラオ、くせ者です。何、引っ捕らえて奴隷にしろ。うわ、見つかった。急げ、便利館に乗り込め。Here we go!怖かった。はあ、危うく王家の紋章のキャロルみたいになるとこだったな。誰ですかそれ。読めよ、王家の紋章ぐらい。というか今度はどこですか？どこかの村？ただの村にしては立派な建物があるだろう。ああ、はい、ヨーロッパ風のかわいいお城ですね。まるでおとぎ話の中みたいだ。水車や小川、なんというかすごく牧歌的なのに、綺麗なバラの花があちこちに咲いてて、妙に整いすぎというか。お前よく喋るな。どうやらさすがにベルサイユのバラは読んだことあるようだな。え、ベルサイユのバラ？ああ、ベルバラだったら昔幼馴染の女の子に借りて読んだことありますよ。あれですよね、悲劇のフランス王妃マリー・アントワネットが出てくる。ってことはもしかしてここは。そりゃおめえ、ここはマリー・アントワネット様のプチトリアノだぺよ。うわ、驚いた。ボンジュール、名もなき農夫よ。はい、こんにちは。お、ピートもちゃんと挨拶してるな。あ、めんこい猫だな。よし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 。すいません、ここって18世紀のフランスで、確かこのプチトリアノンって政治とか貴族同士の付き合いに疲れたマリー・アントワネットが入り浸った宮殿ですよね。農園にオペラハウス、自分が好きなもの、お気に入りの人しか中に入れなかったって。お前もお気に入りのことしか喋らないな。そうだ、いつになく詳しいじゃないか。まあだな。わしらはこの王妃様のおままごとみたいな農園を管理するように雇われてんだ。へえ、本物の農夫もいたんだ。王妃様やお子様たちが触ってもいいように、鶏の卵の糞をきれいに拭いてまた巣に戻したり、野菜を収穫しやすいような位置に植え直したり、ほんとアホらしいよ。あ、ほら、噂をすれば
マリー・アントワネット様だ。ああ、マジやってらんないわ、王妃。つーか、パンがなければケーキを食べればいいじゃない？なんて私言ってないし、言ってそうなキャラだからって私が言ったことにされてマジ心外だし。それに引き換えこのプチトリアノンは、はあ、癒されるわ。やさぐれちゃってるな、フランス王妃。まあもうじき革命だしな。っていうかあれ本当にマリー・アントワネットなんですか？あんな口調おかしいでしょう。まあそこは都合のいい装置だからさ、もろもろこうなんだ、医薬ってやつが入ってるんだろうな。とにかくかのマリー・アントワネットもレジャーとして農園を楽しんでいたことがよくわかっただろう。ねえ、まあで何手にぶら下げてるんです？何って、あ、これか。このプチトリアノンで採れたキャロットだよ。何人参盗んでるんですか？別にいいだろう、2、3本くらい。今晩の夕飯の材料だよ。18世紀のフランスまで夕飯の材料を盗みに来たんですか？ああ、もううるさいうるさい、そろそろ次行くぞ。ほら乗れ乗れ。 Here we go! ドカーン到着。今度は19世紀半ば、産業革命真っ最中のドイツだ。工場ばっかりだ、煙臭。そうだな、産業革命中のドイツは空気悪いだろう。ここ畑とか農業とかとは対極なところじゃないですか？いやいや、そうとも限らないぞ。お、グーテンタック、シュレーバー博士。いや、久しぶり。あ、はじめまして、ダニエル・シュレーバーです。はじめまして、シュレーバー博士。博士というと？ドクターだよ、ドクター。で、どうだいシュレーバー博士、この頃のドイツは？はい、ご覧の通り都市部は環境が悪いです。発展の代償とはいえ、これではここで過ごす労働者やその子供たちは体調を崩してしまいます。私はそれを危惧しているのです。確かにそうですね、空気は悪いし、子供たちが遊べる場所も少なそうだし。こうしてはいられない、活動を進めなければ。では私は失礼します。じゃあ頑張ってな。あの博士が言ってた活動って何のことですか？その答えはここからちょっと先の未来にある。 Here we go!到着。さっきから50年ほど経過したドイツだ。どうだこの美味しい空気、広々としたのどかな農園は。さっきと全然違うじゃないですか。でもさっきの都市部とそう離れた場所じゃないんだぞ。そうなんですか？あ、子供たちが畑で遊んでる、いいところだな。ここはな、クラインガルテン、ドイツ語で小さな庭っていう意味の市民農園だ。市民農園？もっとわかりやすく言うと、まあ貸し農園ってとこだな。おい、そこの看板ちょっと読んでみろ。シュレ、お前ドイツ語も読めないのか。シュレーバーガルテン。え、シュレーバーって、さっきの博士の名前じゃないですか？そうだ、市民の健康と都市部に緑を残すため、このクラインガルテン、市民農園をドイツに広めるよう運動したのがさっきのシュレーバー博士だったんだ。博士が言ってた活動ってこういうことだったんだ。今でも市民農園はドイツの盛んな文化として続いているぞ。エジプトのファラオやフランス王妃、権力者だけが娯楽として使えていた農園が必要に応じてついに市民の癒しの場になったということですね。お、まとめちゃおくんだね。ちょっとからかわないでくださいよ。でもちょっと感動だな。どうだ、もっと知りたいか、趣味の農園の話。はい、割とかよ。まあいいや、じゃあ現代に戻っていろいろ話を聞きに行くぞ。乗れ乗れ。 Here we go! ピートの不思議なガレージ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの元カリアです。ミラージュは低価格、
M グレードは118万8000円。エコカー減税の対象車で、しかも取得税重量税が免税だから、乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に、はい、低燃費低価格コンパクト、乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2キロ の低燃費だから、低燃費低価格コンパクト、乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。到着。西多摩郡奥多摩にやってきたぞ。ここも畑が広がってて気持ちいいところだな。あと農業には2つありまして、おい見てみろ、あそこにちょっと可愛い顔したおじさんがいるだろう。何ですか可愛いおじさんって。ですけれども、あのそういう農業本当だ、可愛い、可愛いよな。大学教授の藤田聡さんだ。藤田さん、あ、よく見れば NHK 趣味の園芸に出てる人じゃないですか。おお、ちょうど今藤田さんが菓子農園の話で取材を受けてるぞ。よし、聞きに行っちゃおう。はい。藤田先生、この奥多摩のこの場所っていうのはなんかとても独特ですね。はい、奥多摩っていうのはですね、峡谷なんですよね、ですからこういう段々のところに家があるという感じなんですけど、ここはね、あの非常に広いようなところで、ここだけは平らなんですよ、はい、でそこにですね、あのふれあい農園というのを作りまして、それがドイツのですねクラインガルテンというのに似てるんですよね。一軒家がついてて、それにお庭がですね、随分広いお庭がついてますね。これお庭なんですか。庭というよりもですね、畑ですよね。これはその小屋に住んで、うん、農業とか。え、そうですね、あのそういうことなんですけれども、日本の場合はちょっと洒落た住宅がついてまして、そこで週末金曜日の夜から土日までかけて週2日とか3日とか行ってですね、そこで農業をやるというのがですね、あの今ハワイとか入ってきてるんですよ。え、例えばこの奥多摩だけじゃなくて、はい、日本だったら、もう長野県、茨城県、それから神奈川県、いっぱいありますよ。このドイツのクラインガルテンが入ってきた経緯みたいなものはあるんですか。200年前にドイツでですね、そのクラインガルテンとでき始めまして、そして日本にあの発展してきたのはですね、30年か40年ぐらいの前だと言われてますね。そんなに前からありました。ありました。でそれがですね、その時にあるのがちょっと寂しそうな、ちょっと暗いような感じ の農業をやるところって感じだったんですけど、10年前あるいはこの 5,6 年ではですね、もっと明るいお家に住みながらすぐ農業ができるというようなところが増えてきましたね。へえ、はい。でですね、やっぱり広い畑だとですね、ウリ科の野菜ってありますね。ウリ科って知ってますか。ウリの仲間、キュウリ、カボチャ、スイカ、メロン、あ、メロン、それからあのゴーヤもありますよね。そういったものがまず広い畑で作れますよね。さらに芋、さつまいも、里芋などの大きなものが作れますよね。ああ、そうですよね、土地が広いから、うん、あ、じゃあ皆さん週末の楽しみに家庭菜園をしに、うん、はい、泊まりに来るって。そうそう、それがいいんですよ。え、じゃあその収穫したものを作って食べるんですか。うん、作って食べてですね、もう晩ご飯にしたりですね、それから昼飯作ったり、いろんなことにして食べてますよね。あの農業っていうのはね、やっぱり自分でですねやって、それで自分でこう収穫しますよね。それがですね、野菜作りっていうのは最高の喜びだと言われてますね。努力した点がですね、必ず収穫の喜びになって返ってくるというのがまず、まあ、1点目ですよね、はい、で2点目はですね、安心安全な食料をですね、自分の手で作れば得られますよね、その代わりにですね、隣との境界線がこうあるんですよ。隣との境界線ね、その隣同士の境界線がコミュニケーションの場になるということです。その間で友達が増えていくという、まあ、そういうのがありますね。あら、そっちの美味しそうねみたいなそうそう、ドイツのクラインガルテンが日本にもあったなんて。さっき本場のルーツを見てきただけに親近感湧くだろう。はい、それに寝泊まりできる小屋までついてるなんて、ちょっとした別荘ですね。あ、でもやっぱり借りるの高いんだろうな。ほらほら、気になるその話もしているぞ。
じゃあそのクラインガルテンをこう自分もやりたいと思ったらどうしたらいいんですか、うん、あそれはですねまず、まあ、1年とか2年とか契約してですねそれ40万とかですね、60万ぐらいかかるんですね1年で、はい、でもそれを日に割ってみると随分安くなりますよね、小屋付きですもんね小屋付きです、はい、そこに宿泊してもいいし、はい、ご飯作ってもいいんですもんね、はい、でこのクライアントもそうですけれども入り口のところにありましてそこに種が置いてあるんですよ、はい、その種は今年使った種が余ってる種をですねどうぞお使いくださいっていうのでいろんな人がここに置いていくんですよ。ですからそういう種の使い回しみたいなこともできますよね楽しいですね楽しいですねやっぱり和があるんじゃないでしょうかね、はい、でも例えばこうじゃがいもだったらじゃがいもを美味しく作るコツみたいなのってあるわけじゃないですか。ありますね、はい、スーパーのよりもうちのクラインガルテンで作った方が美味しいんだよみたいな、うん、それはですね芋類に関して言えばですね有機的なですね肥料を使うっていうのはやっぱり一般的ですね。あの例えばですね、はい、こっちが有機肥料こっちが化学肥料だとしますと化学肥料でやったやつはですね芋が大きいのできるんです。あ成長がいいわけですよね。成長がいいで有機肥料だから芋が小さいのできるんですね、はい、それを水に浮かべるとですねどっちが沈むかというとキューンとこっちの有機質肥料の方が沈むんですよ。小さい方が、ね、でこっちの方がキュッと浮くんですよ。浮く中に大きくて穴が開いてるからですねあ、まあ、そういうちょっとそれは極端ですけれどもじゃがいもってそうなんですか。うん、あのそういうことがありまして、まあ、化成肥料とかなんか使っててもですね全然そういういかない場合もありますよ。でも私がやった方がいい気ましたからそういう浮くものと浮かないものだとやっぱり浮かないものの方が美味しいですよね。一般ぎっしりしてそうですなんか甘そうですよね。はい、澱粉がたくさん入ってますよね、はい、そういうのが作れちゃうわけですねはい、その他にですねトマトはですね大玉トマトはちょっと難しいかもしれないので、そのためにですねミニトマトが中玉トマトの甘い系統がありますので、あの甘いのは自分で作れるんですか。お作れますよ。あれ高いですよね。500円とかなんか400円とか手が出ないまあ298円っていうのもありますけどもあのしかしそういうものはですね作れますよ。あの、プランターでも作れますけどプランターはちょっと皮が硬くなるんでそういうところで作っていただけるんではなくてですね畑でしっかりあの普通の一本仕立てという脇芽を取ってですねこう作っていくやり方であれば一株から120個ぐらいってことですね。あ食べたい、夢です。そんなミニトマトを食べたいです、あの私の結果から言いますとね、ミニトマトは120個、はいはい、普通のトマトですとね、まあ、30から40個ぐらい、そして大玉トマトだとですね20個ぐらい取れる予定でいますよね。ここで借りたら取れますか先生。取れます取れます。へ、あと何か葉っぱものも食べたいんですが、葉っぱものっていうと白菜とかですか。 おすすめありますか。今からちょっと今からですとね春のやつはですねほうれん草とかですねそれから小松菜なんかちょっと作っておくといいですね。なんかちょこちょこっとお味噌汁とかに入れられるし最高ですよね。水菜なんかね作っておくといいですね。水菜できるんですか。できますよ。種をまいてそしてどうするかっていうと農薬使えてこないでしょ、はい、ギューンとこうトンネルを作るんですよ。水菜をまいたところにですね、はい、こうぐーんとこう支柱をこう置いてですね丸い支柱を置いて、はい、そこにネットをかぶせるんですよ。なるほど、はい、そうすると虫が来てもネットの目でですね入らないんです、はい、ですから無農薬でできるということですね。あ、はい、すごい。やっぱりそんな手間暇かけるの自分しかできないですよねそうですね。私はあの簡単そうに言ってますけどやっぱり結構手間かかりますよね。やっぱりね。でも自分が食べるんだったらやれますよ、やりますやります、年間40万から60万か。お前藤田さんがせっかく面白い農業の話をしてくれたのに結局金の話かよ。大事なことじゃないですか。だけどもし僕に綺麗な奥さんと可愛い子供たちそんな愛する家族ができたらこういうところで過ごす週末最高なんだろうな。どうなるかちょっと見に行くか。今から。え、今からですか。あ、やめとくか。うん、じゃあそのためにお前も頑張れよ。Well,
as águas tranquilas, a sorte é tudo. Na praia daqui vejo lá luar. Ah, eu vejo o mar, vejo o ar, vejo o copa no ar. の不思議なガレージ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの元カリアです。ミラージュは低価格、 M グレードは118万8000円、エコカー減税の対象者で、しかも取得税重量税が免税だから乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に、はい、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。着いたぞ。神奈川県大磯だ。あ、今度は田んぼ。あれ、でもお米の他に野菜も作ってるみたいですね。ほら、ここで野菜を作っているタレントの川瀬涼子さんだ。こんにちは、川瀬さん。あ、お久しぶりです。こんにちは。すみませんね、川瀬さん、作業中に。ちょっとね、こいつに畑作りの魅力を教えてやってもらえませんか。はい、いいですよ。よろしくお願いします。川瀬さん、大磯って聞くとなんか、うん、海のイメージとか、うん、そういう風なんですけど、ここに畑を借りてらっしゃる、うん、はい、畑というよりは田んぼなんですけど、田んぼをお友達と借りていまして、とっても心優しいある農家さんがいらっしゃいまして、はい、その農家さんがもう使ってない荒れ果てた田んぼがあるので、もしよかったら君たち使ってみるみたいな感じで、本当にお金もかからずタダで貸してくださってるんですよ。そうなんですね。はい、それはじゃあ、はい、そこはもう自由に使っていいよっていうことで、うん、例えば今何を作られたりとかしてるんですか。今は山の中にある棚田っていう、棚みたいになってる田んぼがあるんですけれども。棚田、はい、そこの10メートル×50メートルの大きさの田んぼがこう2つ2段になっていまして、はい、ここを借りていて、メインではお米を田んぼで作っていて、その山の斜面の方っていうんですか、道路があって、はい、田んぼがあって、その奥にちょっとこう畑を耕して、そこでも野菜、じゃがいも植えたりとか、ゴーヤを植えたりとか、はい、そういう風に季節を楽しんでます。お米って、うん、簡単に作れるものなんですか。難しいです。そうですよね。はい、参加してるのが、私もそうなんですけど、大体普通の OL さんだったり、サラリーマンの子だったり、はい、ほぼさんとかいろんな職種の子がいるんですけど、週末にしかその田んぼに行けないんですね。はい、はい、なので平日はほったらかしてはいるんですけど、よく言えば完全無農薬っていうかそんな感じでお米育ててて、もうその週末も行かないと雑草だらけになっちゃったりとか、はい、鳥に食べられちゃったりするので、うん、うまくいけば2週間に1回はもう誰かしら行って手入れをしてるって感じですね。そうなんですね。はい、そもそも母さん、その今やられてぐらい5年目ですね。最初、はい、その農業を始めようと思ったきっかけとかってあるんですか。うん、もう週末暇だから行ってみようかなみたいな感じで、はい、私も基本的に未だにそうなんですけど、新一くんと一緒で、はい、家にいるのが大好きなんですよ。あ、そうなんですね。はい、だから休みの日に太陽の下で何かをするっていうのがありえなかったんですけど。わかります。わかります。白いですもんね。そうなんです。ちょっと苦手なんですよで、私のお友達も、誘ってくれたお友達もそういう感じだったんですけど、その女の子、その彼女が行ってみないって言ってくれたんで、
じゃあ私でもできるかなと思って行ってみたら、田んぼっていうとまず田植えのお手伝いかなって思ってたんですけど、その田植えをする前の田んぼ自体の土をこう耕したりとか、ひっくり返す白かきっていう作業があるんですけど、ひっくり返すっていうのは、田んぼを豊かに耕すんですね、柔らかくしたりとか、より土自体を良くする作業があるんですけど、そんなこと知らないじゃないですか。そうですね、そんなことするんだと思って、私は田植えをしに来たんだけどと思ったんですよ。その日に限って行った朝はすごい晴れてて天気が良かったんですけど、もう晴れとか雨とか曇りとか嵐とか強風とかを一日で味わうようなすごい変な天気の日で、それはそれで逆に楽しかったんですね。なんかないじゃないですか、大人になると。そうですよね、一日中外にいて、はい、あーなんか晴れてる、いい天気だなって思ったら、あれ曇ってきた、あれすっごい雨が降ってきた、うわ暴風だ、うわーみたいのを味わったら逆に楽しくて、あ私嵐の中にいるみたいなのが快感だったんですよ。ちょっとなんかテンション上がりそうです。上がりますよね。上がりそうですね。子供に戻ったみたいな感じ で泥だらけになったのも久しぶりで、はい、あ面白いと思って、あじゃあそっからちょっとハマっていって、はい、そうです。最初その、うん、行く時に何か用意していくものとか何か持っていくものとかってあるんですか。うん、やる気ですねやる気一番大事ですよね、はい、あとはまあ汚れてもいい格好だったり、うん、長靴、それだけですかね。道具は貸してもらえるんですか。うん、あのもう田んぼに置いてあるんですね。だから基本普段は、友達の車にみんなである駅に集合して、うん、何時に待ち合わせって言って車でバーって行ったりするんですけど、ほんと普段の格好で来て長靴だけ履き替えて作業に参加する感じなんで、そんなに道具とかもいらないので、そこも意外と手軽だなと思いました。じゃあ結構気軽に行ってできるものなんですね。はい、うん、もう誰でも来れる感じなので、ぜひ参加してみてください。あでもなんかちょっと楽しいですかやっぱり。でもまだなんかやりもしないで、そんなこと聞かないのやってみると面白いですよ。あ本当ですか。はい、でもその耕して次は田植えをしたんですか。田植えをしましたね、その年は。うん、あじゃあそれを1年間やって、はい、うん、お米を収穫して食べたりとかっていうところまで。食べますよ。お昼に絶対カレーを食べるんですね、田んぼの中で、はい、その田んぼの脇の畑みたいなところに毎回テントを張って、うん、リーダーのご夫妻がいるんですけど、うん、がそのお米って去年取れたお米じゃなきゃ食べれないんで、はい、毎年その畑で田んぼで作ったお米をその田んぼで圧力鍋で炊いてくださって、うん、でカレーも作ってきてくれるんです、ある程度、そこで火をつけて食べるんですよ。はい、いいですね。それがすごく美味しくて、はい、でカレーのルーとかは作ってきてくれて、夏になるとその畑で収穫したてのジャガイモとかをそのカレーに入れて去年取れたお米に乗せてみんなで食べるんですね。はい、それがもう超至福の時間で、それたまんないですね。はい、自分たちで作ったものを入れたりとかして食べれるんですね。うん、でお米はもう 100% 自分たちで作ったお米なんで、あ最高ですよ。これだけを楽しみに来てるっていう子もいます。うん、それはそれでご飯楽しみに来てる。でもそれがモチベーションになって午前中の作業頑張れるじゃないですか。いいですね。で頑張ればまた来年この美味しいお米が食べれるっていう、うん、いい循環になってるので。あ、はい、そういうなんかその場でなんか楽しめることがあると、うん、すごいやる気持ちになってきますよね。うん、そうですよね。うん、本当にみんなそのカレー食べて、みんな平日はお仕事で忙しいので、うん、だいたい土曜日に作業するんですけど、はい、7時半に都内の駅で集合して大磯に車で行ったりするんで、もうお昼になると作業して疲れちゃうんですね。はい、でご飯食べてお昼寝してたりします。あそうなんですね。はい、お昼寝してる子はほっといて元気な子たちは作業するみたいな、もうゆるい感じなので、新一くんも大丈夫だと思います。でも本当にもう自由な感じで、うん、そうですそうです、できるんですね。うん、毎回知らない人いたりしますよ。この人誰だろうみたいな人が参加してくれてたりとか、あの大学のサークルっていうと分かりやすいんですけど、そんな感じなんですね、あのメンバー自体は、はい、で友達が友達呼んで人が来るので、なので本当に毎回知らない人がいたりだとか、大磯の大磯に住んでる近所の方がなんか興味持って参加してくれたりするんですよ。
そうなんですね。だから毎回知らない子供たちがわちゃわちゃいて、はい、それはそれで楽しいです。あ、いいですね。ガレージ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの元カリアです。ミラージュは低価格、 M グレードは118万8000円、エコカー減税の対象車で、しかも取得税重量税が免税だから乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に。はい、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。いや、趣味の農業って結構気楽に始めてもいいもんなんですね。インドア派の人が多いってのも意外でした。まあ何事もきっかけだよな。いや、僕も自分の田んぼとか農園持ちたくなってきたな。畑とか全然興味なかったはずなのに。果たしてそうかな。え、さあ次行くぞ、車に乗れ。あ、ちょっと待ってくださいよ。ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車の提供でお送りしました。女の子を教育することは、その国の未来を豊かにすることになる。 Because I am a girl。 女の子の力で世界を幸せに。プランジャパン。子供と気づく未来の仕組み。 JFN アース&ヒューマンコンシャス。ダンロップハートフルドライブプロジェクト。中島智子です。安全は心と時間のゆとりから、余裕あるドライブ計画、早めの出発で楽しいドライブを。ハートフルドライブプロジェクトはダンロップがサポートしています。お聞きください、桑田佳祐の優しい夜遊び。毎週土曜日夜11時から、言い換えれば毎週土曜夜11時から、桑田佳祐の優しい夜遊び、お聞きください。ねえ、俺とさ、チーズインハンバーグどっちが好き？綾部くん。じゃあ俺とチーズインハンバーグビーフシチューソースだったら？迷うよね。迷う、知ってる。うん、そりゃそうだよ。あ
なたはどれが好きですか？人気メニューは勢ぞろいガストグランプリ開催中。ガスト。あれ？ガレージに戻ってきたかと思ったらまた違う畑に来ちゃいましたよ。まあいいからいいから。ほら、ちょっとよく見てみろ。わ、幼稚園の芋掘り大会だ。ちっちゃい人類がジャガイモを掘ってるな。みんなはしゃいじゃってて、かわいいなぁ。どうした？あれ、僕ですよ。幼稚園だった頃の僕。あ、違いな、僕だ。スミレ組の新一くんですよ。見ろよ、あの嬉しそうな顔。畑に全然興味ないとか言ったって、お前だって小さい頃はああやって畑で無邪気に。バカ、もうなんてことするんですか。なんだよ、これから俺がいい感じのことを言おうっていう時にさ、何怒ってんだ。だってタイムトラベルで絶対のタブーでしょ。同一人物が同一時間に存在するのって。消えますよ、消えますよ、消えます、消えます。あ、ピンクレディの透明人間。だから同じ人間が2人いると片方が消滅するって SF の鉄板ネタじゃないですか。でも消えてないだろう。お前な、どこぞの SF 作家が言うことと目の前のリアルな宇宙人、どっちを信用するんだ。とにかく幼き頃の僕、スミレ組の新一君が気づかないうちに早くこっから脱出しましょう。いや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 、引っ張るなって。なんだよ。いや、汗かいた。ほら、早く車出してください。なんだよ、もう喜ぶかと思ったのにさ。まあいいや、夕飯の材料の野菜はこれで揃ったし、俺の畑で採れた玉ねぎとプチトリアノンの人参、そして幼稚園児のお前から奪ってきたじゃがいも。ちょっと、何やってるんですか。僕のじゃがいも。大丈夫、バレないようにそーっと取ってきたから。かわいそうじゃないですか、僕が。ごめんごめん、じゃあ今謝るわ、ごめんな。まあお詫びにさ、今日うちで夕飯食ってくか。そういう問題じゃん。それにお前、え、そろそろ気づいてるんじゃないか。何をです。今夜のうちの夕飯がカレーだっていうことに。そんなのどうでもいい。Here we go。かすかな時空を越えながら、そういえばと僕は小さい頃、芋掘り大会で家に帰ったらなぜかジャガイモの数が減っていたことを思い出していた。